ちは。Good afternoon. Assalamu alaikum. Namaskar. 今日ですね、インドの食べ物の新しいレシピを作ります。その名前、サモサ。皆さん名前聞いたことあると思うんだけれども、サモサ。これ日本にあるレストランでもこの名前で売っております。ただ本当の名前、シンガーラ。ただし、なんだか日本でサモサとして知られているので、とりあえずその名前で今日これから作るものを紹介していきますので、はい、これからサモサの具材を作ります。そのために今ここにありますスパイスと材料の紹介をします。こちらにありますいろんなスパイス、まずこの手前からこれをコリアンダー、隣これカシミリレールチリパウダー、これガラムマサラ、これカレーパウダー、ウゴン、これをキューミンパウダー、隣にこのキューミンのホールがありますので、このキューミンの粉にしてあるもののキューミンパウダー、その隣これをブラックキューミンというので、これをブラックキューミン、これ体にものすごくいいですね。これ香りもものすごくいい香りしております。それで寒さの作るこの具材、グリーンピース、カショーピナス、ひよこ豆、このじゃがいも、茹でて、そしてこのような形で切って準備してあります。オプションでドライフルーツを使います。こちらの方に玉ねぎ、こちらですね、2種類の唐辛子がありますので、これをいつもの青唐辛子、これはレモントルップ、黄色い唐辛子、すごくレモンの香りが出ます。ジンジャーガーリックペスト、こちら、これをですね、フェニグレスリーフス、カスリーメテと言います。これも香りがすごくいいので、サモサ食べるときにすごく美味しく感じます。このような形のあるもので作ってきますので、ただ日本にあるインドのレストランの中でもこれのメニューありますが、ただ全てこのジャガイモ 90% で作ってます。あと何にも入れません。たまにコーン入れるところもありますけれども、ここは正直で言うと自宅で作ってますので、自分なりにアレンジしてちょっと贅沢な形かなって感じですね。はい、早速レギュラーに入っていきます。はい、これから料理の方に入っていきます。火つけますので、オリーブオイル使用します。で、初めですね、この油がちょっとあって溜まってきた段階で、こちらにあります、先ほど紹介しましたホールのキューミンとブラックキューミン、これ先に入れます。この中に玉ねぎ、サモサイスクル、まあ、先ほど申し上げました、あの本当の名前シンガーラ、これサモサとして日本で知られているということで、今サモサとしてお話しさせていきますので、これ本当に美味しいです。友達お客様来た時でも出されておりますので、日本でも人気があります。
日本人の皆さんも大好きです。この段階でちょっと味作るために塩をこの中に入れますので、この段階でこちらにあります、ニンニクと生姜のペスト、グリーンチリ、これも一緒にこの段階で入れちゃいますので、大体このような色に変わってきたときに、この中に順番にグリーンピース、そしてカシオピナッシュ、こちらにあるドライフルーツ、こういうもの全部入れちゃいますので、本当に寒さ食べるとすごく美味しく感じますので、寒さ3段階あるいは3工程があるので、これ第1工程です。第2、第3工程がありますので、順番で作っていきます。今この中にこのひよこ豆全部入れました。まんべんなく全部混ぜて、このじゃがいもですね、一番最後に入れます。これ茹でてこのようなカットにしてありますので、先に入れちゃうと崩れてしまうので最後に入れます。ちょっとだけこのような感じで炒めた後に、ここにあります、それとのスパイス全部一緒に入れちゃいます。この中で、この段階で火が通りましたので、ちょっと火が弱めにしまして、先ほどのこのじゃがいも全部この中に入れていきます。ゆっくりと全部混ぜていきます。火がちょっと強めにします。この段階で、この段階ですね、ちょっとオリーブオイルだけ足します。段階でこの中に、ここにあります、フェニグレスリーフス、カスリミテですね、これ香りがすごく出ますので、これを全部まんべんなく入れて混ぜていきます。この中に水一滴も入れてません。すべて野菜から出てる水分で、このような形でできてます。これ本当水入れちゃうと全部台無しになるので、このような感じで作っていきますので、わお、今カスリメティ、フェニグリスリーフ入れただけですごくいい香り。この中に最終的にこちらに冷凍にしてあります、今回パクチン、これをほぼもう出来上がりなので、少しパクチン振ってまぶしていきます。パクチン入れれば入れるほど美味しいですね。これパクチン嫌いの方、先ほどのフェニグリスリーフだけでも全然大丈夫、なければまあないでも大丈夫なので、この香り皆様に届けることできません。本当にすごくいい香り出てるので、このサムサイスクロの、これが第1工程なので、
これから第2、第3になりますので順番で紹介します。はい、こうして火消します。このような感じです。これがサモサの具材になります。とりあえずこのボウルにこれを一度移しておいておきます。これで第一工程の完成です。皆さん、これからサモサ作るの第二工程に入っていきます。小麦粉、オリーブオイル、3種類のこちらごまですね。こちらごま、ホールキューミン、それからブラックキューミン、これ体のためにものすごくいいし、すごくいい香りも出るし、塩。これでこれからサモサ作るの生地を作っていきます。はい、皆様、これからサモサの第二工程の方に入っていきます。生地の作り方からサモサの作り方までの流れをこれから作っていきます。はい、今このボウルの中にこのカップの3カップを小麦粉をここに入れました。こちらのこの中にこれからこちらに準備してあります。ごま、ブラックキューミン、キューミンのホール、これを全部この中に入れます。塩、この中にオリーブオイル、この大さじ2杯分とりあえず入れますので、状況に持ってまだ入れます。それでこれを一緒に、粉と一緒に混ぜていきますので、ここをちょっと見てほしいことが、これ混ぜた時ですね、まだサラサラなっておるので、サラサラの段階までまだこれをダメです。そういう時にこの中にですね、もっと油入れます。これで3ですね。先ほど2入れましたので、これ4、状況を見てまだ判断しますので、その状況がこれですね、まんべんなく全部混ぜた時に、この生地作るですね、ルーティーパラタ、私の以前のビデオにも紹介してありますけれども、パラタ、そういったものを作るの生地と全然違うので、大体このような塊ができてきた時に、このような塊ができた時に油の具合がちょうどいいという感じになりますので、このような感じですね、なんか石の塊、このように石の塊みたいになっております。この状態がちょうどいい状態になります。今この中に少しお水、まあ、ぬるい水ですね、これ足していきますので、一品に入れちゃうとダメになってしまいますので、ゆっくりと状況を見ながらこの水の具合を入れていきます。この量ですね、他の
ルーティーパラタナに作るのと違うんで、ちょっと固めに作るんですね。これあんまり柔らかいダメ、これちょっと固め、もうちょっと水入れて、中の空気全くないような感じでこれを作っていかなくちゃいけない。この段階にここにちょっとだけ油を垂らしてですね、まぶして全面にちょっと油を入れて、この別のボウルにこれを20分ぐらい寝かしておきます。このままこれサランラップで締めて、このまま寝かしておきます。はい、20分後これ出しました。このまま寝かしておきました。これからこれがですね、アモサイ作っていきます。これ、ね、結構ぬるいタオルでこれ乾かないようにこのように入れておきます。これからサモサ作っていきますので、まずこの生地伸ばす。ですね、固くできてますのでなかなか伸びにくい。これですね、丸型じゃなく少し卵型にしなくちゃいけない。この段階にちょうどですね、これ真ん中ですね、こちらの方に切ります。これのでして、このような形になります。この中にこれ近くにちょっと持ってきますので、先ほど準備しました、いろんなものを入れて、ひよこ豆、カシューピーナッツ、じゃがいも、いろんなもので作りました。具材をこの中に入れてですね、よく見てください。この部分とこの部分、こう持ってきて一回ここに止めて、止める前ですね、この周りに軽く水流します。これ水をつけて、まあ餃子みたいに煮るんですけれども、まあこれインドのサモサです。本当はシンガーラ、なぜかということはこの中に野菜入ってます。野菜でできているものをシンガラというので、
中に肉入ってるものでサモサというので、皮もパリパリ、日本の餃子と春巻きの皮みたいになるので、この生地とまだちょっと違う。ここにですね、これからサモサのデザインを作っていかなくちゃいけないので、ちょっとこのサモサの形フォークで整えていきます。このような感じになります。このような形になります。これをちょっとこのフレームですね、これに乗せていきます。手のひらに乗せて、ちょっとここに水をつけて、このような形になります。このような感じで他のこのものも全部作っていきます。先のサモサ、このように濡れたタオルでこれをかけてあります。乾かないように。はい、ここに2種類のサモサ作ってあります。中身すべて一緒、ただちょっとデザイン的なもので別々なので、これを一回冷凍しまして、このようなすごい硬い状態になっております。このままフリージング袋に入れまして冷凍しておくことができます。それで1ヶ月ぐらいこれ持ちますので、食べたい時にこれを冷凍から出しまして、自然解凍しまして、それでですね、これを低温でゆっくりと揚げていくような形になります。すごい熱い油の中で天ぷらコロッケみたいな揚げ方は絶対ダメなので、この寒さ作るかなり時間かかるので、3工程があるので、このように作って冷凍しておくことで、お客さん、あれは自分の家で食べるときに簡単に自然解凍して揚げて、そして食べることができるので、そのようにやってください。ジップロックに入れました。これからこれを冷凍しておきます。皆さんも
このようにしてください。はい、これからサムサの第3工程に入ってきます。油で揚げます。ただ今サラダ油入れましたけど、ちょっとこれ足らないもんで、もうちょっとこの中にたっぷり入れます。鍋が熱くなりましたので、あ、ちょうどいいですね。この段階で見てください、これはザーッとなりませんので、ゆっくりとぶちぼちぼくぼくの方からこれをだんだんなってきますので、このような感じでゆっくりとこれを揚げていくようなものです。本当もっと油の中でこれを今上の方にちょっと浮き上がってるんだけれども、本当油の中に潜るような感じが一番ベストなんですね。ただまあまんべんなく油かけていきますので大丈夫です。これきつね色、ゴールデンブラウンになるまでこれを全面的に揚げていきます。これ全面的に油がブクブクなってきました。これをゆっくりと回しながら、これを油、それで温度差がちょうど全部同じようになるように、これをゆっくりとぐるぐる回しながら揚げていきます。本当にこれをゆっくり揚げるものです。はい、この段階でこれ出来上がりなので、これ以上揚げると焦げてしまいますので、そのさ、これでちょっと取った後にね、まだ色が本当のキツネ色に変わってきますので、これで出来上がりです。はい、サムサです。これから盛り付けしまして食べてみたいと思います。はい、先ほど作りましたサムサです。このようにできております。これからちょっと食べてみたいと思いますので、これはあくまでも僕のおやつ、それでお客さんが来るときに出すもので、このままビールと一緒に、お茶と一緒にみんな召し上がっております。ここにこのチリソースちょっとつけて食べると美味しいと思います。どうしようかな、今日ちょっと暑いからビールちょっと飲んでみたいので、はい、サムサいただきます。わっ、皮がすごいですね、これパリパリになっております。いただきます。うん、うん、うまい、本当においしいです。ちょっとチリソースつけて食べてみて、味また違うですね。この中にいろんなスパイス、ひよこ豆、カシューピナッツ、ドライフルーツ、グリーンピース、じゃがいも、そういったもの、パクチン、いろんなもののコンビネーションで本当にうまい。これでビール飲んでみます。
まい。これですね、1,2,3 工程で作ったものです。皆様これをちょっと大変だと思いますので、一度この動画をご覧の上で自宅で作り方を試してみてください。お店で言えば、日本にあるインドのレストランでこれのことサムーサと言うんだけど、これを中に野菜が入っているので、皮が私が自分でこの奥で練って作りました。これのことシンガーラって言うので、今度本当の向こうのサムーサ、サムーサイコール中に肉が入るので、皮もパリパリで、日本にある春巻き、そういう皮で作るもので味が全然違う。次回をそのような動画をまた皆様に紹介しますので、それまでみんな元気でいてください。今日はここまで。さよなら、バイバイ。また次回のビデオにお会いしましょう。バイバイ。